Hey guys, DDFan2020, welcome back to another video, and this is a reaction video to the ARMS characters, so without further ado, let's start. Alrighty, let's do this! So I'm only gonna react to the reveal, not like the whole thing, because the recording, the screen recorder that I'm using can only go up to 15 minutes, so yeah. Anyways, let's start soon. Don't tell me it was paused this whole time. Oh my goodness, it was paused this whole time, guys. Sorry about that. Oh, that's right. はい、おはようございます。Sakurai。空の桜井正弘です。今日は随分雰囲気が違うところでやっていますけれどね。今、収録日は2020年5月の2日です。これは新型コロナウイルスの影響でですね、世界的に、外出禁止が叫ばれています。日本でも、全国的に緊急事態宣言などが出ていましてね、なかなか外に出られない状態ではあります。スマブラチームも、テレワークをしています。私も、自宅で監修とかをしているわけですね。でですね、今回例えばスマブラの新キャラクター、新ファイターを出すときに、必ず番組を作っていたわけですが、こんなことではスタジオに集まることができないなと。じゃあ今回は中止かな、それともムービーだけ出してなんとかするかなと思っていたところ、任天堂からですね、立派な撮影キットが自宅に送られてきまして、ああもう分かった、すべて理解したと。つまりここは私の自宅なんですね。自宅からお送りしています。まあ任天堂の公式放送で、自宅を晒した人ってもしかしたら初めてかもしれないですね。ゲームディレクターのお住まいという意味でもちょっと興味深いかもしれませんが、モニターが2つあるのはいつもゲームとテレビを見ていたりとか、お客さんが来た時に同じゲームを2つのモニターで出して同時に走らせて競ったりとか、そういうふうにして遊んでいます。まあ今回こういう事態になりましたので、ちょっと特別な放送ですが、頑張っていきます。よろしくお願いします。では最初に、アームズとは任天堂スイッチの初期の頃に出た対戦型アクションゲームで、両腕がバネのようになっている人たちが戦い合うというものでした。いいね持ちが有名ですね。両方のコントローラーを手に握ってこのようにパンチをするというような操作形態でした。でですね、簡単に、手がスプリングというけれども、あの人たち一体何なんでしょうね。腕がこう伸びるとミュータントなのかサイボーグなのか、どうもいまいちよく分からなかったので聞いてみたんですけど、どうやらアームズ能力者っていうのがいるらしいですね。アームズ能力者は、その能力を発揮するときに手がバネのようになると。まあ手じゃない人もいるみたいですけどね。でも、とにかくそういう一定の確率で一定の人数いるというような、タイプの人たちらしいです。でもそのアームズファイター何が参戦するのかっていうことをまだ言ってなかったですよね。参戦ムービー作りました。ここでわかります。ではご覧ください。 Let's see, who is it? Who is it? Who is it? Let's do this, let's do this. Come on. Oh, I already know what it is. It's Min Min. It's Min Min. Come on, they're eating. Of course. Hey! Ha! This is awesome.
Sense those Min-Min, because I heard that she was like the champion of this game. Oh wow, look, Captain Falcon. Yeah. Okay. So Min-Min is the fighter. というわけで、アームズから新ファイター、ミェンミェンの参戦です。ラーメン大好き少女、麺店飯食堂の看板娘、18歳です。なぜアームズのファイターの中からメンメンかっていう。Thanks for watching. Sorry for the background. This is my brother. Anyways, yeah. So Min Min's next fighter. Awesome. Can't wait. And I'll see you guys next episode.